どこも、うん、本当先発から抑えまでね、いや球団の顔になるよね、はい、いや僕の中で一番、まあ、すごいっていうか、うん、あのもう引退した選手ですけど、あのリベラ、はい、クローザーの、はい、あの人だってカットしか投げないんですよ、まあ、カットとちょっとツーシームも投げるかな、うん、もうこれだけで落ちる球あるわけじゃないよ、うん、横なんですよ、うん、もうそれだけで600セーブ横って珍しいですよね、横だけって。本当にね、うん、今の時代やっぱり縦の変化が有効だっていうのは結構言われてる中で、うんうん、でしかもそんな怪我してないっていうね、怪我ね、うん、やっぱり、ね、怪我しない人が一流ですよ本当に。いやそれこそ13年のデトロイトの時のああいうバーランダーとか、いやバーランダー投手はすごいですね、はい、あのデトロイトの時はまず第一次ピークというか、そうですね、すごかったですよね、はいはい、うん、でまあ、ここ 2,3 年またドーンと来てますし、アストロズに移籍してからまた復活したという、ね、うん、はい、うん、まあ、あとはレスターもすごかったですね。レスターと僕は投げ合ってるんですよ、ほう、オリオールズとボストンで、ほう、でどうでした、僕7回2失点で抑えたんですよ、へえ、でも味方が1点しか取ってないです辛い、敗戦投手です。つらー、そんないい内容なのに。はい、敗戦投手でした。じゃあレスター投手、上原さんから見た凄さ、はい、どこにありますか。あんだけすごい選手やっぱりね、練習してますね。おー、うん、ちゃんと考えて、自分でちゃんとメニューも持ってて、うん、まあそういうとこはすごいなと思いますよね。やっぱり一流の選手って正直サボれるわけですよ。うん、サボっても周りに何も言われないんですよ、うん、そこだけもうすごい選手になってるんで、まあ、そうなりますよね。でもやっぱり僕が今まで4チーム回って、うん、そのエースって呼ばれる人がいるわけじゃないですか、うん、4チーム、はい、みんなやっぱり練習してますもん、へえ、